田誠一君。はい、日本維新の会の岸田誠一です。まあ、最初に、入管の収容に関して、誤解というか偏見もあるかと思いますので、ウィシュマさんのことを簡単に説明させていただきますと、報道によりますと、スリランカの大学を卒業して、留学をビザで入られたということでございます。これ外務省の調査によりますと、スリランカの大学というのは、進学率が 15% で相当難関であると。でこれ男女差も書かれていないので、このウィシュマさんというのは相当エリートだったんだろうな。そして、この支援をしていた真野さんとの話によりますと、早く帰国して語学学校を開きたいということを申し上げていたそうでございます。日本に留学をし、日本の文化をスリランカに広げようとして、大変私たちが、ありがたく思わなければならない方だったんだろうなと思いますが、この学費が納められなくなった、それもいろいろな事情があるようなんですけれども、それで留学ビザが切れてしまって収容されたというのが、今回私が聞いているところでございますけれども、今日本の学生もですね、学費が払えなくて退学をしているような人もたくさんいる中で、こうやって日本の文化を広げようとしてここにやってこられた方が学費が払えなくなったということで収容され、最後はこのような形で亡くなられたということに関しては、私は本当に残念でなりません。それのこの解明をしない限り、この今改正をしているということを、これは私はできないのではないかというふうに申し上げたいと思います。54条の仮放免のところにですね、健康上、人道上、その他これに準ずる理由により、その収容を一時的に解除することを相当と認めるときはと書いてあるんですね。ですから、これが事案と関係がないというようなことをおっしゃられても、この法改正は相当と認めるときはというのを、私たちはこれを自信を持って送り出さなきゃいけないわけです。ところが、この相当と認めるときはに該当するかどうかという資料が出てこない。で、前回の5月7日の私の質疑の中で、3月6日に亡くなられたわけですが、3月の4日、なぜ診察を行かせた、したのが精神科なのかという質問をさせていただきました。それに対して松本参考人はこう答えたんですね。整形でしたが、中での体がちょっと痛いということで見てもらったところ、特段悪いところが見当たらない中でと、整形で見てもらって、ちょっと痛いということ。これ2月の半ばからですね、車椅子ですよね。で、面会の時にはブルーバケツを、青いバケツを抱えて、面会の時には嘔吐をしながら面会をしていたというのが、この支援者のところの話で、伺っておりますけれども、松本参考人、このちょっと痛いということでというのは、松本参考人がビデオを見られて、あるいはどなたかから聞かれて、こういう国会での答弁をされてるんですか。出入国在留管理庁、松本次長。お答えいたします。内科、主要施設内の非常勤の内科の先生に見てもらい、かつ外部病院の内科で見てもらって、特段その時点ではその病状が明らかにならないと、で体の痛みを訴えられたということで、今度は非常勤の整形の先生がいらっしゃいましたので、整形の先生にも見ていただいたんですが、整形的な要因で特段病状は該当するところが思い浮かばないと、そういう意味合いで精神面から何か来ている問題があるんじゃないのかということで、精神科に受診をするという経緯だったと認識しております。岸田誠一君。はい、もう車椅子で普通に自立して歩けないわけですよね。でベッドから落ちても自分ではそのベッドに戻れないというのは、私支援者の話から聞いてるんです。それがちょっと痛いということでというのは、どうしてこういう評価になるのか。そういう評価をし続けるんであれば、この54条の相当と認めるときというのは、こんな場合であってもこれには該当しないということになってしまうんじゃないか。だからその発言は正しいのかどうか、
見させてもらうしかないじゃないかと言っているんじゃないですか。なんでこれちょっと痛いっていうのは誰の発想なんですか。これちょっと痛いというのは本人がちょっと痛いって言ってるんですか、松本参考人がちょっと痛いと考えたんですか。松本次長、現在の調査で把握しておりますところ、本人から手足のしびれ、痛みの訴えがあった、そこで整形の先生にも見てもらうに至ったという状況でございます。串田誠一君。時間になりましたけれども、国会のこういう質疑の中で、こういうちょっと痛いというような発言をされながら、こういう車椅子だとか、ベッドにも上がれないっていう、全くこう乖離した話があるから、事実を見させてください、こう申し上げているんです。終わります。